サー、この時間はエイサーの歴史、起源などの豆知識を紹介し、またエイサーに関する旬な情報を提供する番組です。エイサーに関するご意見、疑問、情報もお待ちしております。メッセージの宛先は 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。そしてエイサー会館準備室の Facebook でもメッセージ中をメッセージって言っちゃったメッセージを受け付けています。1000円皆様からの貴重なご意見お待ちしております。ワントゥーエイサー、この時間は一般社団法人沖縄市観光物産振興協会エイサー会館準備室の提供でお送りします。今週のお相手は FM 小座ミミリーとエイサーやトーマとエイサーの島袋です。よろしくお願いします。お願いします。さあ早速ですが、今日は嬉しい、はい、プレゼント。そうなんですよミミリーもう嬉しいお知らせがまずあります、はい、ちょっとじゃあ先日、うん、土曜日、はい、また日曜日にかけてですね、うんうん、うちの我らがエイボーとサーちゃんもいたんですか。エイボーだっけ。エイボーだけ。エイボーがですね、はい、横浜のちょっと、沖縄物産店かな、うん、はい、はい、そこの方に、お邪魔して、はい、お邪魔しに行ったんですけど、うんうん、その際にですね、実はワントゥーエイサーをこよなく愛し続けてくれてる、はい、リスナーのマサさんからですね、マサさんありがとう。わざわざですね、わざわざ会場に来てもらって、ね、お土産までもらったんですよ。すごい、見てください。はい、拍手。美味しそう。あ、もうこれ僕が食べます。なんで？これ私にじゃないんですか？ね、一応ミミリーにって言わなかったかな。あ、そっか。ディーディーって久々に聞いた。ドゥーっても大事。でもマサさん本当にありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、嬉しい。明日からついに9本も始まりますので。はい。はい、明日からだっけ？これそうなんです。明日から、はい、明日から運休なので、はい、うんうん、これ食べてくんちつけたいと思います。くんちつけましょう。はい。はい、ということで紹介は以上です。はい、以上です。はい、それではこのコーナー参りましょう。エイサー豆知識のコーナー。イエーイ。イエーイ。はい。あがが。あがが。痛い痛い。痛いです。本当に沖縄の人は殴られたらあがって言うのって言って本当に言いましたよ。あがが。自然に言うんですね。自然にね。はい、はい、ということで今日のエイサー豆知識は、はい、テーマが沖縄全島エイサー祭りの歴史ということで、はいはい、全島エイサー祭りの歴史をお話ししていきたいと思います、はい、沖縄全島エイサー祭りは、うん、1956年に小座市エイサーコンクールとしてスタートしました、はい、うん、で第1回大会は小座小学校のグラウンドで開催され、はい、沖縄全島から、うん、9団体が出演し、はい、3万人の聴衆が集まり、うん、第1回大会の優勝は、うん、勝連村比嘉青年会で、うん、優勝賞金はなんと3000円だったそうです、で、当初はコンクール形式だったことにより、うん、各青年会が工夫を凝らし競い合うことで、うん、見せるエイサーの要素が加わりました。お、例えば、うん、太鼓の数が増えたり、うん、踊りの型や衣装、隊列など現在のエイサーに大きな影響を与えたと言われています。しかし地域によって美的価値の違うエイサーに優劣をつける、うん、優劣の差をつけるのには限界があり、うん、審査結果にも不満を表す青年会も出始めたため、うん、コンクール形式が廃止され、第22回1977年から、はい、現在の沖縄全島エイサー祭りとして開催されるようになりました、はい、現代のエイサーに見せるエイサーの要素が加わったとはいえ、うん、エイサー本来の旧本にエイサー本来の旧本に各地域で先祖のために踊られる伝統的な行事として青年たちにより継承される本質は変わっていません、うん、はい、ということです、うん、ああ何回よ今3000円ぐらいでした。予想時の3000円ってとっても多分価値はあるはずなので、はい、そうですよね、今の3000円と多分違いますよね、うん、だってあの時チョコが5円とか3円とかでしたっけ、うん、でもなんかもう多分30万とかじゃない今で言う、そうだけどさ30万。あ、この辺はちょっとよ、ごめんね、はい、今中途半端に言った、あ、適当に言ってる、うんうんうん、でも1ドルが多分300いくらかの時ですよね、うんうん、結構な、金額じゃないかな、うんうんうん、これがまたね、
あの青年会の活動式に変わったんじゃないかな。はい、すごいね。うん、すごい、すごいですね。なんかミミリ、なんか気になったのあった？いや、カツレン村の青年会、比嘉青年会が優勝、うん、っていうのにはちょっとびっくり、はい、なんか沖縄市かなって思ったけど、ね、これもびっくりだよね。やっぱりエイサーは中部のあれなのかな。そうだね、もともとやっぱり本島、中部がとっても盛んに行われてたから、はい、うんうん、そうですよね、南部とかって大体旗頭とか、うんうん、そうそうそう、棒術とかもやってる。そのかつ連想の比嘉青年会から伝わったエイサーとか、はい、で、やけなエイサーとかがどっかに伝わったりとか、ヘシキアのエイサーがどっかに伝わったとか、はい、いろいろそういう、流れを組んでるところはたくさんあるんですけど、うんうん、まあ、やっぱりがんもうほとんど、本島中部の方がとても盛んに行われたということで、特にまた中部の方にとっても青年もたくさんいたっていうことが、はい、一番エイサーが盛んに行われたっていうのがあるんじゃないかなっていうのはあるんで、うんうん、まあ、でもね、ここから沖縄市のね、はい、団体が怒涛の勢いで優勝しまくったから、まあいいかなとあるんだけど、まあ、生まれてない俺なんかから何も言えないけど、はい、とっても熱狂的だったと思うよ。やっぱ当時ね、戦後の復興のシンボルがエイサーだったから、うんうん、はい、これで元気づけようってみんなで頑張ったからさ、結構本当にいろんな人がとっても楽しんだと思います。はい、はい、わかりました。はい、他にも何かなければ、はい、次に参りましょうか。回る、マジ早いな早いな、うん、そうですか。なんで、いや、いい感じですよ。コンクール形式から変わったと思う。あ、だってこれ書いてあるじゃないですか。書いてある通りなんだけど、うんうんうん、とっても大変だったって。え、うん、もう喧嘩もう殴り合いぐらいの勢いになりそうですね。なりそうって、なりそうだったって。審査員の席にもね、そう、いろんなものが、なんであっちが優勝なのかとか、飛んできたんですか、いろいろ。飛んでくるんじゃなくて、だから質問したんじゃないの。あー、うん、納得いかなくて。わー、みんな熱いですね。もうあの人の当時はもう熱いからさ、はい、青年は。だからまあ自分たちが一番なんだよっていう。ね、でも構図つけがたいので、うん、コンクール形式はやめて、はい、お祭り形式になったと。そうですよね、各団体踊りもね違いますしね、はい、なんか一つのものでねこう点数つけるっていうのは簡単かもしれないけど、それぞれこの特徴もあるし、衣装も違うし、もっと、でもこれが21回続いたっていうのもすごいんだよ。すごいですよね殴り合いになりそうなほどな熱戦だったのに、はい、いろいろ、まあ、あったところで、はい、さあ、じゃあ以上、エイサー豆知識のコーナーでした。あ、早っそうでもないですよ、そうでもない、ね、OK、はい、続いて、はい、このコーナー参りましょう、はい、エイサー Q&A 目指せエイサー上方、イエーイそうそうそう、これ、はい、このコーナーは私を含めリスナーの皆さんにも生徒として参加していただきながらエイサーに関する問題に挑戦し、エイサー検定合格を目指すコーナーです。多くの皆様のご参加お待ちしております、はい、回答は 761@fmkoza.jp のメールまたはツイキャスなどでも参加してください。よろしくお願いします。はい、じゃあ問題いきますよ。はい、はい、よ、いいですか。うん、リスナーの皆さんもよろしいですか。はい、リスナーの皆さん問題いきますよ、はい、問題、じゃじゃん、前頭エイサーコンクールで最初に優勝した団体はどこでしょうか。わ、さあ4択でございます。私もこれ分かっちゃいました、はい、1番はい、比嘉青年会、はい、2番村田、うん、青年会、うん、有名ですね。3番ジャーガル青年会、はい、4番、うん、ヘシキア青年会、はい、さあ、うん、どうでしょうか。これはね、前半のエイサー豆知識をちゃんと聞いた方は簡単なすごく優しい問題です ね、毎回ですよ、一応は毎回一応豆知識からしか出してないよっていうのに、この前怒られて気づきましたいや、読んでないな、いや、聞いてないだろ、話って言われてそうですかって引っ掛けとかあるんじゃないですかって言ったらリスナーさん、誰かパッて今すぐいるかな、はい、ねえ、タロスケさんがね、いらしてるみたいなんですけど、うん、お邪魔しますって。はい、タロスケさん、うん、いらっしゃい。タロスケさん、もうこれ簡単じゃないですか、来てるかなすぐメールでパパって、はい、来ないかな、来ないですね
じゃあミミリー、はい、みんなを代表して、はい、じゃあもう一回選択肢読みましょうね。はい、1番が比嘉青年会、はい、2番がソンダ青年会、はい、3番ジャーガル青年会、はい、4番ヘシキヤ青年会、はい、お、答え来ました。タロスケさんの答えは2番。2番、はい、ちなみに私の答えは、はい、1番の比嘉青年会でお願いします。ファイナル、あ、ファイナルエイサー、あ、ファイナルエイサ ー,正解。タロスケさん残念残念、ですね、1番でした。浜比嘉島の勝連村、はい、まあ、現ウルマ市だけど、うんうん、比嘉青年会が、まあ、優勝しました。で、比嘉青年会は第2回大会でも優勝してます。おー、2回連続優勝、はい、すごいよね、すごい、すごい、ディフェンディングチャンピオン、ディフェンディングチャンピオン、2回も、3回目ならず、3回目ならず。あのね、で、タロツクさんが、はい、あの2番手もソンダ、はい、まあ、有名じゃないですか、うん、はい、有名ですね、まあ、ソンダの場合はですね、まあ 最多優勝を誇ってるね、おー、7回だったかな。このコンクール形式になってから、はい、ソンダ青年会だけが最多優勝を誇ってます。うーん、他にもね、ヘシキアとか山里とか、はい、ヤケナとか、うんうん、いろんな赤野とか、ね、いろんな団体も有名どころがいっぱい出てきたんですけど、はい、ソンダがまあ最多優勝を誇ったというところですね、はい、うんうん、はい、じゃあ、はい、非常に残念、7回優勝です。俺は当たってる。タロスケさん、さすがです、はい、はい、そうです、はい、まあ、沖縄市の誇りですよね。うん、沖縄市の青年がですね、こんだけね、エイサーに、うん、情熱を注いだってことですか、うん、はい、はい、そうですね、うん、じゃあ、はい、お知らせに今度参りたいと思います。はい、以上、はい、エイサー Q&A 目指すエイサーウェイ方のコーナーでした。続いてメッセージとインフォメーションです。はい、じゃあ、お知らせです。はい、まずですね、うん、いよいよ近づいてきました第60回沖縄全島エイサー祭り、はい、はい、9月4日、5日、6日の3日間で開催されます。はい、イエーイ、初日が、うん、4日の金曜日ですね、はい、まあ、小屋十字路周辺の道巡礼となってます、うん、はい、もちろん固定会場もあるんですけど、うん、合計でですね、うんうん、18団体かな、はい、まあ、1部と2部に構成されてるんですけど、はい、詳しいお問い合わせはまた全島エイサー祭りの方までお問い合わせください。はい、はい、続いて沖縄全島エイサー祭り企画展全島エイサーの歩み、沖縄市役所1階市民ロビーにて開催しております。はい、私これ見てきましたよ。見てきました、うんうん、で9月4日だけは、はい、ミュージックタウンの1階で開催いたしますので、はい、うん、ぜひ皆さんお越しください。はい、そしてエイサー講座のお知らせです。はい、市内小中学校そして市内各自治会が対象になっております。エイサーを通して地域の大切な文化風習や青年会活動について知ることができます。詳しいお問い合わせはエイサー会館準備室、098-989-5066 098-989-5066 までお問い合わせください。はい、そしてですね、最後、うん、エイサー検定特級試験受験者募集中のお知らせです。はい、こちら9月6日の日曜日、うん、全島エイサー祭りの最終日ですね。はい、午前10時から午後12時に開催します。詳細は、エイサー検定オフィシャルサイトをご覧くださいとのことですので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、特級受けてよ、はい、うん、1級受かった。OK。うん、今日も多くの皆様のご参加ありがとうございました。ワンツーエイサー、この時間は一般社団法人沖縄市観光物産振興協会エイサー会館準備室の提供でお送りしました。お相手は FM 小座ミミリーとエイサーやトーマと島袋でした。それではまた来週、さよなら。 せーの、はい、エイエイボー。忘れてたでしょ。